さあ、1P が、タコヒロさんですね。炎クラーク熱狂対する連打の人はまあ変わらず、この城っていうまあ組み合わせ、まあ個人的にはまあそのいっぱいいる強キャラ軍の中ではまだ比較的やりやすい方なんですよね。まあまあきついですけどね結局焦がされちゃったりするともうかなり苦しいですけど、まだそのジャンプが低かったりとかそういうので、あ、なるほど、技うまく引っ掛けれれば画面足まで持ってければまだなんとかっていう、そのやっぱ昇竜の無敵発生がちょっと遅いじゃないですか、その空手とかに比べると。そういう部分でも多少やりやすかったり、やっぱジャンプが低いからタッチぶっ飛ばしが相当機能しやすかったりそういうのがありますね。ちょっと空手とかは逆に空対空がちょっときつすぎてっていうのがありますけど、空手は前が広いからそうなんですよ、まだ戦いやすいなっていうところあるけど、まあまあ僕も口で言ってても大体こんな感じで、あのもうジョーが倒れてますね基本的には。まあ自分のよりを止められるキャラは割と少ないですよ。そうですね、もう非常に少ないので。さあ ND にバインハン、これはさあもう一丁入ってドライブ使っていく、EX の爆弾からなんかもうだ追いついてない。さあただしかしこれもうサンチマジか、NC 連打しないギリギリのタイミングでガンガン振ってく、動けば当たるよと、まあこんな感じで振ってましたね。確かに NC 有効なんですかね。そうですね、もうまああのリーチと、まあ、発生も結構早いですからね。そうですね、しゃがまれて当たらないっていう以外はもう非常に優秀だと思います。さあ怒りのガドリング、ドライブキャンセルを使って一気に画面足、さあちょっと引きつけた、もう一丁いけるか、すごいもうガドリングいっぱい入ってますからね。さあラブライバー叫ぶアルゼンチン、もう一丁アルゼンチン、さあめくりは前転でよけて、さあバニハンを、そう投げ無敵がないんですよあの技、ガードポイントだから。さあちょっと体力が残った状態、ガーキャンで切り返す、いい判断、いい判断ですね。ちょうど死ぬぐらいの体力でした。そうですね、ぴったりと死んだ形で。さあここで同キャラ戦、しかし 1P タゴイロさんの方は中堅、対する連打おじさんの方が大将。さあうまくジャンプの着地足払いを置いて一気に置き攻めアルゼンチン。さあここはジャンプジャックパンから硬直切れたところにジャックアルゼンチン、さあ置き攻めで一気にダメージを取っていって、フランク対決というかフランク使ってる人ってかなり丁寧に立ち回りますよね。そうですね、なんか置く技がすごいしっかりしてるというか、でもやっぱこういうなんかガドリングとかもすごい大胆に行っていくところもありつつも、やっぱネタが多いですね、非常に。多いですね、本当に地味にタクになってるのがややすいです。はい、やらしいです空中投げとかからの攻めとか、とにかくあの置き攻めになるポイントからのネタがすごい多いのと、意外と差し、いやうまいですね今の差し込みのしゃが置きのしゃがみ台パンというか、その人に確認してガドリングまでつなげていくというか、どっちが当たっても死ぬぐらいの体力です。ああもうどっちが勝ってもおかしくない状況、あーっとスパキャンをしていれば勝負は決まってたかもしれないが、これはどっちかわからない C 投げ、勝ったのはタコヒロさん。すごい面白い勝負が多いですね。多いですね、非常に。まあ、やっぱサーティンってあの対象になると、対象同士になるともうどっちが勝つかっていうのがもうよほどの芸術さがない限り、体力差ってあんま関係ないから、芸術さですよね本当に。そうです、おかしくないという状況で、で、さあ、2P が末さん、佐伯亮輝キム、生産は非常に、処理というかそういうのが立ち回りがすごい丁寧で、
まあ、ね、いわゆる処理というのがその行動がすごい上手いプレイヤーですね。技のリスさを生かしたり飛び道具の置き方がすごい丁寧な、技の置き方がすごい上手なんですよ。はい、非常に。さあしかしこれがこのより一気にゆりよりで入れ替わって、こうなると一気に苦しいですね最初は。はい、もうさあこれは技の暗い判定潰したからか、鬼焼きが空振り、そのままコンボになる。さあしっかり見ている、最速行動は許さないという形で。ああ、これは分かりにくいですね今のは。どっちがお互い分からない形だったの。よりが無勝負に出たイエクセン払いですよね。そうですね、イエクセン払いもしっかりと潰して、まあ表裏分かりにくいですからね。いやあれは特に最近はジャンプが高いから、ジャンプが高くてジャンプ D のめくり性能が非常に高いから、よくわかんないめくりになったりするんですよね。さあちょっと苦しい時間、クラーツは苦しい時間。そして連打、さあ、実は近寄りたいんだけど、そうなかなか、そうですね、きっかけがちょっと作りにくい形か。さあうまくベッド橋の先端を当ててって間に合う、非常に速い。あーっとうまい、前転も考慮してしっかり置いてましたね。さあこれ引き付けた、当たるでしょう、決まった。やばいこれ、ガトリング入れないと知らなかったですね今のは。きっちりと決めてきました。1ゲージハンドライブ、はい、1ゲージだいぶ減りましたね今、だいぶ減ります。何より結構ゲージも稼げますし、まあ、そのままあの空中復帰になるから置き攻めにもなるっていう形ですね。相打ち、さあタゴイドさん側もうちょっと削っていきたいですね。あっと昨日の強光剣、強光剣がマジ厄介ですよね。そうですね、やっぱ引っかかりやすいんじゃないですかね。非常に引っかかりやすかったり、まあ、あの体力差だとかなり苦しい状況でしょう。さあ裏にまあちょっとダッシュが出なかった。さあガーキャン、要は初めの強いからやっぱ端へ追い詰めたいですよね。追い詰めたいですね、どんどん追い詰めたいですね。やっぱり判定が強い技を、強い強攻撃を押し付けて画面端で攻めていきたい。両方フルダイブ、いや両方フルダイブ、ここはそうですね、なんとしてもタコヒロさん側を取って次に行きたいところ。対する須江さんはここの状況でなるべくもう本当に減らしていければ、そしてあわよくばまあ倒して最低でも時間を使ってっていう形が取れればいいですが、 EX リューク意外と発生が遅いんですよね。9か10とかちょっと遅かったはずです。ジャックからはつながるんですけど、無敵は割と長いですね。無敵は結構ありますね。なるほど、うまく合わせていけましたがちょっと間に合わなかった形。さあ対照戦、まあ、お互いゲージがある状況なんでまだまだ分からない状況なんですが、さあ空中半月、さあ繋がってないがそのままコンボ、あー減る、ちょうど死んだ。 EX 半月からのコンボになりましたからね、非常に減りました。勝ったのは須江さん、見事でしたね。見事です。次は喋ります。ヨノさんと違う、あ、俺です。まあでも全然まだ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 で、もう喋りながら OK ですよ。さあ、1P が、お米さんですね。炎より対サイキがよくわからないんですよね、まだ未だに。炎より対サイキ、割と一発を差し込みたいんですけど、まあ近づくまでが なんだかんだでやっぱでかい球が結構だるいかなって感じなんですけど、なんか一回前に近づいちゃうともう逆に最近はかなり苦しそうなイメージですね。近づくまでが勝負っていう形だと思うんですけど、あとやっぱ炎がいより使いがやっぱどれだけ飛び道具をかいくぐれるかとか、その地味に中ジャンプ台キックとかで距離によっては球避けれるんですよね。そういうのをうまく使い分けられたりとかしていくと結構最近側はあーめんどくせえなこのイオリみたいな落ちになってくるんですよ。まあ、うまくその高いジャンプをかぶせれるような位置にどれだけ近づけるかなっていうところかなとは思います。
引っ掛けやすい技は多いですけど、まあ、高いジャンプにされちゃうと結構苦しいですからね。あ、さあこれちょっとネタっぽい行動を見せた。さあしゃがみに容赦なく奈落を仕掛けに行って、これは2ゲージかな、早めに決めていく。これ最大の補正が分かっても200ぐらい減りますよね。そうですね、最後225じゃないですかね、まあ、450、確か450ですよね、ダメージが多分それの半分だと思うんで。すげえ詳しい。さあ EX 貢献、さあうまくお米さん側がエンディオをちらつかして高いジャンプとうまく使い分けてますね。さあちょっと漏れてしまった五色、一気に画面足追い詰める。さあ画面足の取り合 い、ここでおもむろに前からの EX 流行、ね、意識してないとガードいけないですよね。そうですね、完全に、まあ、意識外ですね、あれは難しいです。 あの状況で中段が来るっていう風に判断しなくちゃいけないのは、ね、当然両側の触れる技が NC、ND ってやって、 ND とシャガディも届きますからね、やっぱ非常に、ね、あれ距離は本当にいい距離ですね、はい、両の距離ってます。いい距離でしたね、あそこは。うまい。さあ空中ぶっ飛ばしに対しては前 B、ヒエンで追い返して、しかしゴアフェスで切り返して、さあどちらも画面足が非常に強力なんで、やっぱりうまくものにしたいところ。リサイドからさあ EX リサイドマイナス11と結構不利は背負うんですが、まあ距離が微妙だったり、やっぱ動作が速いんでとっさの反撃は難しいんですよね。難しい。そういうところに EX メイヘム、まあ理にかなってますね、非常にマイナス12、失礼しました。とにかく隙はでかいということで、さあバイス対キム、地味にキム側が嫌な組み合わせなんじゃないでしたっけこれ確か。さあどんどん投げまくっていく、投げまくって飛びまくって投げまくってさあ末さんのキム非常に苦しい状況、ちょっと刻みすぎた。さあ崩しに行こうとしたところ、暴れて返して、まだ勝負は決まっていないが、どうなる。さあジャンプ B 渋い、投げて投げる、投げられたら何返す勝ったのは末さん。はい、1P が 2K さんですね、ファミリーが続いてますね、非常にチームが熱狂有利、スベイ有利。ちょっと組み合わせという的に、まあ、やっぱ、2K といえば、有利って形は僕は個人的にイメージがあるんですけど、ちょっと非常に有利側がやりにくそうなちょっとキャラ編成かなって感じはしますね。生産のチームはちょっと手堅く、その判定が強めの、発生が早くて判定が強い技、そういうのが多いから有利側としても結構、あとリーチが長い。そう、確かにリーチが長い相手はやりづらいですよ、ね、やりづらそうな。やっぱよく聞きますからね、リョウとか キムが結構ユリ側がやりにくいっていう、なんか、まあ、近づくまでがとにかく大変だったり。そうですね、技を一発当てるまでが大変、ね、あとワンボタン技で結構追い返されやすかったりっていうのがなんか非常にありますが、というちょっと個人見解なので、どちらか他のキャラで何度かカバーをしていきたいところですが、殴り合いは5分ぐらいですね、はい、そうですね、この組み合わせも結構話してますね。さあガークラしっかりとゲージを見ていて、竜巻 D からのコンボ固定ダメージでフィニッシュ。うまい。いやー減りますからね、画面足はしっかりする。コンボ選択もきっちりとしてました。あら、さあ2番手のユーリが決めて、さあ残り体力1割がぶっ放していく。あ、ラブライバーさんこんにちは。あ、どうもどうも、にっかにっかに。いや相変わらず元気がよろしいよね。いやいいですねラブライブは青春ですよ青春なんすか、この30過ぎた俺に青春がまた戻ってきました青春が、青春ですよあれは。俺あんまりわからないんですけど、まあ、あ、ダメですねすいませんでした俺も見始めたばっかりですけど
にわかですけど、と言ってる間に 2K が発動コンボを決めて、あ、ここは補正切りに行くがうまくいかず、温存というか、まあ、1ゲージで締めてもっていう感じでしょうね。そうですね、今のは、まあ、ユリはね補正切りに行くのが強いキャラだと思うんだよね。まあ、自分のターンをずっと常に続けられたり、まとわりついたりしていくのがやっぱ強いかなって方、特にリーチが長かったりするキャラに対しては、そうですね、立ち回りがねめんどくさいですからね、かなって感じはしますが、これは日系側にとって美味しい相打ち、いいですね、いい展開ですね。さあ大衆末さんがこちらキム1枚 EX3 月ドライブはちょっと温存しつつ戦っていきたいところ。おお、うまい。さあこれなんですよね、箱押しかけに行っても、これなんか反撃難しそうですね。確かに、なんか急いでダッシュしたりとかすると裏から当たりそうな感じなんだけど、これは完走すれば決まりですね。もう普通にそんな難しいこと、あーバーカー。さあこれはわからん、状況的には当然ユリ側がいい状況なんだけど、わかんなくなってきた。おー、嘘くさいのが入っている。飛炎砲脚間に合わねえ砲脚だけど、いや今のはちょっとスエさんもいい笑顔ですね。負けたけど、え、そうなのっていう顔してますね。ちょっとむごかったっすね。今のはまあキム勝ってもよかったんじゃないかなっていう展開ですけど、まあ、最後に立っていたのは 2K。 まあ、つい先日リーダー杯というのがありまして、その主催を務めてくれた方ですね、はい、盛り上がったみたいですね、リーダー杯。まあ、ちょっと僕は用事があってちょっと出れなかったんですけど、なんかツイート見せたりとかしてるとやっぱすごい盛り上がって、いやーすごいですね、楽しそう、ドラマがありました。いやー出たかったな。いやー、まあなんか別の大会で僕は頑張りたいと思います。はい、ぜひぜひまたね、ちょっと大会を我々で企画していきたいなと、あー確かに思うんでね、まあこっそり企画しようかなと思ってます。まあ期待しないで待っててください。ちょっととこう言っちゃなんですけど、やっぱ下火になりつつありますからね、このゲームも。だからこそこういう時こそうまく盛り上げていきたい、やっぱかなっていうのはあります、非常に。さあどっちが表今日ね、今日まああれなんですけど、線が入ってない方が表ですね。おお、さあリーダーが優勢の状況、第5式を、あれ弱式、今の第5式だな。いや第ですね、第ですよね、今あれでもその端からちょっと離れたところで適当に出されると結構めんどくさくないですか。だるいですね、なんかいきなり飛んでくるみたいな形で、ね、ジャンプして逃げようとしても巻き込まれたりして、でガードしてもなんか先端気味だと反撃なかったりするじゃないですか。さあここ早めに切り返すって形いったが読まれている。おっと、ナイスガード、壊しを壊して潰して、五色は許さへんよと。今怪しかったけど勝ちましたね。なんかまあでもちゃんと差し込んだ形でしたね。1段目と2段目の隙間に差し込んだ。うわ、これは見てる、しっかり見てる、さすがリーダー、さすがリーダー、さあこれはさすが 2K、 さすが 2K 間違いないっすわ。やっぱカウンターからの打ちは重要っすね、非常に。間違いないっす。もうでも 2K すごい上手くなりましたよね。確かにここ最近あんまり僕は対戦してなかったりとかしたんで、やっぱり一回そのちょっとバーサスさんじゃないんですけど、はい、別の場所で 2K 対アーサーという10先をやったんですけど、はいはい、その時にですね、まあ打ちに来て一生勝ちしてたわけなんですが、はい、まあ、その辺からですねすごい伸びてます、この 2K という男。そして実際この間のリーダー杯、神殺してます。あの日本代表の梨乃本さんを倒してますから、素晴らしいですね。いや、まあ、やっぱ本人にとってもいいんじゃないですかね。結構やっぱそうやってやり込んできた成果っていうのがそのどんどん出てきてくるっていうのは、まあそうですね、楽しいですし、まあ格ゲー問わずやっぱどんなことにおいてもやっぱやってきたことの成果が出るっていうのは非常に嬉しいですよね。いやこのままのみのみとどんどん続けていってほしいですし、やっぱりその上でさらに成長してほしいな。まあちょっと成長って言い方偉そうですよ、あれですけど、ちょっと。いやー五郎さんはやっぱ言うことが違いますね。何がすか、ちょっともうね、いや褒めても何も出ませんよ、もう。神に最も近い男ですからね、五郎さんね。五郎さんもね、ワンチャン入ってもよかったんじゃないかっていう、いやね、職者
ゃんもね思いますよね。ない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 って言ってる間に言ってる間に食さんが俺の代わりでよかった言ってます。そんな弱気のこと言わないでくださいよ。あっと言ってる間にリーダーが勝利している。いや食さんは神ですわ。まあ、さあ、あれが見れるんでしょうかね。デナミ拝見ですわ。これはすごいと思いますよ。俺もね、最近になってやっと初めて対戦したんですけど、はい、ほんとね、世界観を変えられますね、あれはなんか、まあ、一発昇竜もらったら終わるんだこのゲームみたいな。昇竜相打ちとかからも行けちゃったり、とにかく葵花戦団から行けたりとかしますからね。非常にすごいです、このワンピーのふみふみさん。炎いより、そうですね、炎より注目、もはや大イメージと言っても過言ではないですからねこいちゃなんですが、ワールドクラスですいやもう間違いなくまず日本では一番うまいと言っていいんじゃないですかね、はい、まあ世界で言ったらちょっと分かんないですけど、はい、手先の器用さってのは本当に、まあ、僕結構昔から知ってるんですけれども、さあ始まった運送屋さんが始まった、はいはい、ドライブを使って、はい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 、さあヒット数が増えて空手が落ちてこない、ゲージもすごいことになっている。さあゲージもどんどん溜まってますね。まだ続くの？いやどんどん下がってる、落っこちるじゃないか。しかしここでミスってしまうが、しかし短いがあらーリーダー、ワンピーから端に追い込まれて 2P に今度端行っちゃいましたよ何なんですかこのキャラ、マキシマ並みですね、はい、いやなんかすごいです。いやすごいです、ね、これがふみふみさんです。いやここはしっかり上を見ている。ちゃんと今2フレじゃなくて引きつけましたね。引きつけましたね、なんと早めに出したということで、まあ、2フレだと今多分1段か2段しか、そうですね、ちょっとだけしか当たらない形ですね。ここは冷静にガードエンリー、くず風を置いているが、ちょっと間以外か、いや禁止の持続だったか。結構今日に対して青い花って振りづらくないですか。多分、ね、MB が普通に届いちゃうんで、 MB75 とか結構安定っぽいんですよね、うん、まあでもデュレイがあったりするんで、なんともって感じですけどね。まあまあディレイに対してはね、まあしょうがないですけど、読み合いになりますけど、まあ、とにかく空の勝負がやっぱり寄り側に分があるんで、確かにとにかく表強側はちょっと近づきにくいイメージがありますね。さあちょっと押し引きが出なかったか。さっきですね、この、はい、まあまあちょっと狙って見せてくれるかもしれないんですけど、ちょっとね、はい、レオナですごい面白いことをやってまして、おうちょっと期待しときましょう。で、まあレオナっていうのが非常に珍しいですからね。そうですね、まあ今現役で使ってるのって言えば、まあ水中さんが最近使ってますけど、まあ関東ではそれぐらいですかね。関西ではサンゲさんが使ってますけど。そうですね、さあちょっとここは発動ミスをしてしまったが、うまくフォローはしていきたい。フォローする技結構あるんじゃないのか。さあうまく暴れ潰し、ラッシュ投げお互い意識してましたね。さあ小足で怪しい、動くところにタチブットは意外と優秀なんですよね。タチブット氏はっていうか、むしろこういう横はこういう技を置いていかないと、レオナ側も小足だけになっちゃうっていう感じですから。NC とか ND も結構強いですよね。そうですね、小足 NC っていう連携はやっぱレオナ使いは結構やってきますけど、大事ですよね、そういうの。そこでちょっと一応止まってしまうけど、大事ですね。これ暴れ潰しがうまく機能してる。さあぶっ飛ばおーっと、なんか狙っていたが、おっと、冷静が出ない。さあフィスラー、ルイスラッシャー、上々に体力を奪われていく。ゲージもなくなっていく。バイス、さあこれはグランドセーバー、仕掛けに行くところ大怪しい。割と勇気のある行動を取ってきました。そうですね、全然まあ見てからだったらね、 EX メイヘムとかは結構安定して置けるんですけど、まあゲージがなかったですからね、結構。そうですね、さあおーっと、これはいい当たりさんのチームがもう殺しに来てますね。いよりにベニマルってもう永久やりたい気持ちが出てますね。出てますね。いやもうダメらしいとにかく端に持っていきたい。そしてリーダー側はやっぱゲージ、とにかくゲージですね。ゲージを欲しい。1ゲージ、ここで結構
なんとか逆転。さあ削っていく25ダメージ。さあメイヘムいい形を置いてたんだけど釣りだった空中雷神拳。これはリーダーちょっと厳しいがどうなる。リーダーに置いてる。あさあうまい投げて。これでリーダーも1ゲージ溜まって、わーっと暴れ潰しから入れ込んでいる。これは非常に思い切りが良かった。いやもう最終手段でしたね。もう見事に決めました。さすがリーダーっすわ。さあ続きまして出てくるのはあずき猫。あずき猫さん、あずきさんもなんかキャラがいろいろ変わってまして、今日ライデンとかも使ってたんですけど、ライデンそうですね、なんか、はい、ま、初手のキャラはやっぱり入れ替えるイメージですからね。あの空手キングは固定で初手のキャラ入れ替える形の、そういうイメージはありますね。さっきライデンロバートとかでしたよ。ライデンロバートそれはあんまり見ないですね結構。まあちょっとタツさんのチームにはライデンはちょっとやりにくいでしょうね。そうですね、空手がまず空手と表強がかなりやりにくいと思います。してまあやっぱロバートが、あずきさん非常にうまいので、やっぱ確かにここでしっかり1ゲージ払ってダメージを取っていく。いやー減るなー、カバテはロバ折りは刺さらず。さあうまいですね非常に今のは。 D 投げも、 D 投げは上に強い、ちゃんと投げはちゃんと上に強い D の方を選択って形でしてますが、あと実は結構反撃がむずい弱点。これでも中央に投げたのはあれですかね、中央の方が崩しやすいっていうのがあるんですかね、ロバート側としては。まあ投げはどっちにしろ置き攻めができるし、まあそうですね、中央に投げた方がまあめくりのタグもつけれますし、まあ何より D の方が上に強いっていう。なるほど、まあそれでかいっす。あとニート技なんで、まあ、あの地上で当たった時も多分リュウコランプとかそういうのもいけるんじゃないですか。おお、あー拾っているが、ちょっとここはドライブが出なかった感じですね。そうですね、ちょっと遅らせすぎて出なかったって感じですか。あれ早くキャンセルしちゃうと龍神スカルし、遅めに出すと今みたいに出なかったりする。いやー難しいんすよ、ね、ほんとかわいそうっすわ。あれが難しいんすよね結構。さあ同キャラ戦、さあ近いところで強攻撃、なんかの暴発かな、投げの暴発かな。さあここはあずき猫さん冷静にタツさんの空手を潰していきたいところ。残り3割以下という状況なのでうまくやっていきたいところ。そして対するタツさんはまあやっぱここですね、ですね、もう少しでも体力を減らしてっていう形ですね。あー怖い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 、なんか発動してんぞ。あーおー EX 貢献前転するも投げが間に合う。さあ逃げ、いやー逃げる、怖い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 。うおー力強い、なんか荒れてるな、なんかうわー大きい貢献がEX 小乱客に当たっていた。で達さん側も今うまくバケツで追っかけに行ったんですけどね、まあ空手には弱点があったって感じですね本当に。もういや本当あれ戻ってくるの何なんすかね。いやー4ガードされたら100フレぐらい不利でもいいんじゃないですかね。100でたそうですね、間違いないっすね。強飛焼却、強飛炎、強飛炎もあれ意外と少ないですよね。そうですね、なんか今なんか意識してないと反撃しにくいですね。そうなんですよ、ね、と言ってる間になんかあずきさんがコンボガバガバ見せていく。あーこの強い、大丈夫かこれ。さあうまくしゃがみへで昇竜と何読みなんだ今、しゃがみしゃがみへやってんだよなこの技。本当にうまくばらまきつつ様子を見てるが、ここは光景裏回っ ているしっかり1ゲージ払ってお見事、下ろしきっているリーダー運がいいな。いやまあまあでも今のちゃんと裏から反撃したわけだし。いやいやいやもうねリーダー運がいいっていうのはね結構あれなんですよ、まあ、身内では流行ってるんですよ。なるほど、リーダーとピクニックは運がいいんで、運がいい強運持ちだと。まあ運大事ですよやっぱ勝負事は。何事もピクニック強えって言うと、いやー弱えよ運がいいだけだよいつも言ってますからまさか運がいいだけだしっていう感じでしょうか。さあと言ってる間に大将戦キム側にもう少しでドライブが溜まる状況、まあどっちが勝てばって形なんだけど、しっかりしている。うわーしっかりしてましたね今の。これ狙ってましたね安住さん、狙ってますね。
さあこれちょっとやりすぎなんじゃないのか。しかし反撃が難しかった。あーなんかお互い引っかしてるぞ。これで大丈夫かこれ。もうあーもうダッシュ飛燕やりたいだけあめくっている。いやー非常にジャンプ C が機能してる。やばい、あの技無理っすよ、無理っすよ。あの技リーダーが崩されていく。あーリーダーリーダー、これはさすがに苦しい状況。2回当てないといけないですからね。この技っすわ。やっぱりそうですね、1ゲージ溜まっちゃうと、まあ、どっからでも飛んでくるんで、まあ、上から光るか地上から光るかですからね。まあ、そうですね、まあ、それがタッチビーとか置いてって形で、いやー、まあ、厳しいっす。まあ非常に荒れましたが、あずきさん勝利。